ピコキスティス、モズナは、緑草植物門に属する緑草の一項。緑草植物の初期分岐群の一つであり、2019年現在、ただ一種ピーコシティスサラネラムのみが記載されている。微小な単細胞不動性の緑草であり、緑色植物としては極めて得意なカロテノイドを持つことが知られている。塩湖やアルカリコで時に優先している。単細胞不動性で、 細胞は非常に小さく、基本的に休憩だが、培養後期には楕円型や松の花粉系の細胞が生じる。細胞は薄い細胞壁に囲まれる。細胞壁の構成等として、アラビノースが多く、マンノース、ガラクトース、クルコースも含む。葉緑体は1個、ピレノイドを描く。光合成色素として、緑色植物に一般的なクロロフィル A。 クロロフィル B、ルテイン、ネオキサンチン、ビオラキサンチン、ゼアキサンチン、ベータカロテン、アルファカロテンを持つが、それに加えて、緑色植物としては極めて得意なモナドキサンチン、アロキサンチン、リアトキサンチンを持つ。ゲノムサイズは約30メガバイト。自生放子形成による無償生殖を行う。北米西部の塩湖から発見され、その後アフリカ東部の塩湖やアルカリコ。 温泉からも報告されている。このような故障で時に優先しており、一時生産の半分以上を担っていくこともある。塩分濃度や pH に広い体勢を示し、また弱光下でも増殖する。最適条件は、塩分濃度4%、pH60, 照度50マルフォートンズ、m-2s-1。嫌気条件下でも光合成を行い、増殖する。 2001年にピーコシスティスサラネラムが記載され、分子系統解析から、緑草植物門における、初期分岐群の一つであることが示された。またこの系統群は、プリシナファイト・クレイドビックとも呼ばれる。その後、詳細な系統解析などをもとに、独立の綱とすることが提唱された。2019年現在、一族一種のみが知られているが、複数種の存在が示唆されている。 ありがとうございます。